皆さん、ついにね、 iPhone だけでカラーのね編集ができるようになりました。どうも皆さんこんにちは、アキアです。冒頭のね映像いかがだったでしょうか。すべてですね、この iPhone16 Pro Max で撮影をして、 iPhone の中身だけで編集をね行ったね映像たちになっております。もちろん色目が綺麗、いろんな世界観で撮れてるっていうのがあったと思うんですけれども、何よりもフィルムっぽさであったりとか、ちょっとこうノイズがねあえて出ていたりとか、ああいうフィルムのようなねトーンにもすることができるし、誰かがね作ったようなこのラットっていうフィルターのようなものを使うこともできるし、それらを重ねて組み合わせてね編集をすることができる、やばいね、ツールが出たんですよ。まあ、今回紹介するのは、ね、ピークラットという、ね、アプリになるんですけれども、僕実際にこれを使ってですね、まあ、最近香港に行ってきたんですが、ケネディタウンというところでめちゃくちゃ、ね、景色が良かったんですよ。でそこで実際にログ撮影をして縦でねピッて撮ってあげて、でそれをねこのピークラットで現地でねパパッとラットをつけて編集をして、それをねすぐにストーリー載せたみたいな、もうなんかこういうね一連のことがサクッと iPhone だけでできてしまうし、海外旅行にいながらそれらをねリアルタイムでね発信できたりとかで、めちゃくちゃねこれ画期的だと思いませんか。僕本当にいろんなね iPhone 動画を撮影してて、テスラをね購入した時にオープニング映像もね、あの動画も全てねショットオン iPhone で、この iPhone 使って撮影編集をね行っていて、もう正直やり方をね知ってさえいれば iPhone だけでも十分にね高品質な映像をね作ることができます。なので今回ねようやく出た、ついにね待望であるこの iPhone でカラーグレーディングをやるアプリ、ピークラットの使い方と実際のねカラーグレーディングワークフローをね全て皆さんにね公開したいと思います。で実際にねそのアプリがこれです、ピークラットというアプリで、実はですね、まあ、ついに出たとか言いつつ、約1年前くらいからねリリースされていたみたいです。ただね最近発見してめちゃめちゃ良かった。でしかもこんなものを待ってたんだっていうのがね、なんか全部買わないし、で全部無料でできちゃうしみたいな、いつ有料になってもおかしくないと思うんですけれども、本当にね僕がマジでこういうアプリやったらいいなっていうのがあったんですよ。で、まあ、一番ね僕が使っているのはログ撮影で使っているんですけど、ログ撮影って皆さん分かりますでしょうか。 iPhone15 Pro からね搭載された新機能になりまして、これはね、まあ、髪の毛でいうブリーチのようなものです。こうよくね髪の毛を染めたいってなった時に、黒にはねなかなか入らないんでブリーチするじゃないですか。あれがログ撮影みたいなものなんですよ。なのでこの動画もログ撮影をこんな感じでしていて、元の色はだいたいこんな感じなんですね。でそこに自分が好きな色をかぶせたいから、自分の編集をこうカラーグレーディングをするといった形になるんですよ。これが iPhone でもできると。でこのログ撮影しておくと、今までは基本的にパソコンで編集しないといけなかったのが、このねピークラットで自由に編集ができるし、いろんなねラットっていうフィルターのものをパッパッパッとねいろいろ変えていったり、それらを混合して混ぜることができると、そんなね紙アプリという風になっております。ではですね、それではねこのピークラットのね使い方をご紹介していきますよ。まずはね皆さんダウンロードして開いてみてください。開くとねこんな感じになっておりまして、一番上のビデオイメージインポートとあります。これで動画を読み込むならビデオ、画像を読み込んで画像を編集するならイメージで、インポートで他のね SSD とか SD とかいろんなところから読み込むこともできるようになっています。例えばじゃあビデオをね読み込んでみましょう。何でもいいんですが、まあ、ちょっとねログ撮影をした、例えば、じゃあこんな感じの石垣島でね、サイクリングしながらね竹富島かで遊んでるような動画なんですが、これをねちょっと編集をねしようと思います。でこのラットですね、このラットを自由自在に入れていくことができるというようなものになってます。もう良くない？もうめちゃめちゃテンション上がると思うんですけど、こんな感じで自由にね入れることができますと。でここで戻ります。でこのラットをね入れていくにあたって、いろんなねラットの使い方があります。まずねここの3つのチョボを押していくと、ラットをギャラリーとかでね一旦一覧を見ることができますと。でこのユーザーラットっていうのが自分が入れたもの、これ僕のねラットになっていまして、このクリエイティブっていうのがもともと入っているラットで、シネオンとか、まあ、シネオンフィルムのね、まあ、ちょっとこれは、まあ、特殊な、ね、ものなんですが、フィルムっぽいようなね、色域で使うことができたり、あとはカラースペーストランスフォームっていういろんなねこうブラックマジックとかキャノンとかソニーとかいろんなカメラのログをそもそものレック709でね一般的な色にね戻すよみたいな、そういうラットも入っています。なので一番ね初心者の方に使いやすいのは多分このクリエイティブラットですね。はい、ここのものを使ってあげたらいいし、あとは僕のように自分がね作った、ちょっとこれね僕も販売していますが、こういったラットを入れてあげると、それらをねパパッとやることができるようになっています。でこのチョボを押してあげて、今このマイラッツにチェック
が入っているので、ここに現れるのがマイラットのものなんですが、これを例えばクリエイティブにしてあげると、もともと入っているクリエイティブラットが適用されるような形になります。で、今1個当たったんですが、それらを混ぜて2つここにね表示されましたが、こんな感じで混ぜることもできるし、で他にも自分のねマイラットの中から、例えば僕がね出しているこのラットのベースカラーを当てると、はい、元のね色に戻るようなカラーのものとかもあるし、トラベル系のビューティフルトラベルのものとか、さらにはディープグリーンのね、緑がすごく良くなるラットとか、まあ、こんな感じで好きにねラットを当てるようなことができるようになります。で、ラットのね読み込み方法に関してはですね、ホームの中から、3つのチョボでキューブラットですね、はい、ここを押してあげます。そうすると、こんな感じでラットファイルをね、アクセスしてあげて、でこれらをすべて選択をして開く、これで読み込むことができますと。で、ちなみになんですが、今のね、僕のラットファイルっていうのはね、ビジュアルパークというね、オンラインショップで販売をしておりまして、まあ僕いろんなね、ラットとかプリセットとかを販売してるんですが、これですね、よかったらこれね、ぜひ使っていただきたいと思うんですが、ラットパック4 Apple Pro Res Log ですね、これらすべてインクルード含まれております。なんとね、8個のラットをダウンロードすることができて、まずはこのベースカラーですね、元の色をよりね、まあ、これただの元の色じゃなくてナチュラルなんだけど、でもねもういい感じの、ね、色に仕上がるものとか、あとはさらに、ブルーエステティックですね、この、まあ、このねスタジオもちょっと青の発色がねすごくいいかと思うんですが、そういったトーンがね出たりとか、緑の発色もいいですし、あとはこのディープグリーンですね、ちょっとこの新緑のね、ものを引き締めてちょっとダークグリーンのようなねものにするラットとか、あとロマンスアワーですね、これはこう夕日とかね、ゴールデンアワーの時にめちゃめちゃ入るね、ラットであったりとか、であとはクラシックアメリカン、これはちょっとフィルムっぽいようなちょっとこうアメリカのね、懐かしさを感じれるようなものであったりとか、他にもナチュラルフィルムでね、これは割とフィルムライクなものが出たりするし、あとはビューティールックっていうポートレートとか人の肌がすごいね、いい発色でちょっとピンクというか赤みのある発色になったりするし、あとはビューティフルトラベル、先ほども見ていただきましたが、もう本当にいろんなこう旅行にめちゃめちゃ最適ないい景色、いい自然のねカラーに合うようなラットもあるみたいな、まあ、これらをね全て含んでこの価格なので、かなりね安くね設定させていただいてますので、まあ、興味ある方はねぜひこちらチェックしてもらえたらと思っています。でラットがねインポートできたら、例えば今回はビューティフルトラベルを入れてあげて、でそこからさらにギャラリーのねクリエイティブのもともと入ってるラットのなんかお気に入りのものを見つけて、じゃあこのこれとかがいいかな、ゴールドクロームとかを入れてあげると、でこれねなんとノードの変更もできます。ここにね、セレクトラットっていうのが今選択中のラットになっていて、これをね長押しをしてエディット、長押しじゃなくてもいけるか、はい、でこのパーセンテージを変更できます。なので僕のラットは結構強めに当てて、もともと入ってるラットをちょっと弱めにね当ててあげるみたいなことをしてあげると、かなりね元の色が崩れずにね、入れることもできたりしますっていう感じで編集ができて、ここからですねよりね詳しく編集をね行っていくこともできたりします。これはまあカメラの色温度っていうものになるので、こう暖色寒色をね選ぶこともできるし、なんかやりすぎたなと思ったらそこのパラメータをねダブルタップすれば元に戻ります。でこっち色の傾きも補正することができます。ちょっと緑かぶってるなと思ったらパープル気味持っていったりとか、なんでこれぐらいにしておくとよりね綺麗な色になっていますよね。どうですかこれ、ワンタッチでこんなん出てますからね。はい、でさらにプライマリーズです。ここでエクスポージャー、明るさとか、あとコントラスト、シャドウとハイライトの引き締まりで、ハイライトもね調節が可能、ブライトネスで明るさを整えて、サチュレーションはサイドです、サイドを高めることも可能で、シャドウ暗部の引き締めなのかちょっと浮かすのかとかで、バイブランス、これはね自然なサイドかな、肌などは保ちつつ、背景などの色を強めるといった形です。サチュレーションとはまた違う、サチュレーションは全体が上がるのに対して、バイブランスは肌を残しつつ他を上げるといった形で、ガンマ、これはねハイライトとシャドウの中間ですね。でブラックポイント、これはねもう黒ですね、真っ黒をどのところに置くかみたいな、はい、こんな感じかな、まあ、ちょっとめちゃめちゃ、ね、適当にやってるんですけれども、こういう風にいろいろとね直感的に操作ができるようになっていますと。でここからですよ、カラーグレード、ここがねかなり良くなってくるんですけど、ちょっとせっかくなんで違うね、素材で見てみましょう。ちょっとこれでもね見てみましょう。これはねディズニーに行った時のね、動画なんですが、例えばちょっと僕のねラットのクラシックアメリカン入れてあげると、はい、もう最高めちゃめちゃいいみたいな感じですよね。でちょっとだけ明るさもねこんな感じにしておこうかな、はい、ハイライトを抑えてブライトです、こんな感じかな、ちょっとだけサイドも上げておきましょうか、こんな感じ、はい、いいと思いますよね、めちゃめちゃいいよね、はい、まあ、こんな映像になりました。でカラーグレードですよ、これでハイライト、シャドウ、ミッドトーン、グローバルとあるんですが、
ハイライトは明るいところ、シャドウは暗いところ、ミッドトーンは中間、グローバルは全体を指します。でそこの4つのパートの、色味の方向をね変えることができます。ちょっと難しいんで見てみましょう。例えばこの動画だったらハイライトを見てみます。押してあげるとこんな感じでカラーホイールが出てくるので、これで方向性を持っていくとちょっと色味がねその方向に入っていきます。これは今ハイライトになるので、明るい映像の中の明るい部分の色をこういう風に直感的に変更できます。イエローよりがすごく良さそうですよね、こんな感じ、うん、でこのブレンディング、まあ、その、ね、適用量を変えていくこともできますと。であとはねここやっぱシャドウがね結構あるので、暗部をじゃあちょっとこの青めのねところにしてあげましょうか。こんな感じかな、はい、とかにしてあげるとさらに色が変わってきました。でグローバルはこれはもう全体になるので、まあ、全体の方向をより変えたい時とかは、まあ、ホラー系の映画だったら青っぽくしてあげるとかね、なんかそういったところで役に立ったりします。ちょっと今回はね必要ないかなと思うのでやりません。で次スタイルですよ。これもねすごくて、まずはねディヘイズかな、これは霞の状況になるので、あのこう要はなんかもやっとしてる時、雨の日とか曇りのシーンとかでこう景色を見た時になんかこう霞んだりする時あるじゃないですか。ああいった時にこれを適用するとすごいくっきりします。なのでそういった時の、調節ができたりするし、あとはねこの映像なんだかんだやっぱノイズがやっぱ目立っちゃうんですよね、暗いので。そういった時にノイズリダクションを起こしてあげてノイズをね軽減することもできたりします。で次クラリティかな、これは明瞭度になるので、これはねちょっと適用するとよりこうシャープっぽく、シャープネスが効くような感じですね。はい、で次ブルームインテンシティかな、これはですね光をこうふわっとさせます。特に今だとこの持ってるシャボン玉のところを見てほしいんですが、これをやっていくとちょっとこうふわっとしてますよね。でこの下のブルームラディウスかな、これは範囲ですね。なのでこれを強めるとより広範囲にふわっとするといった形になります。まあ、こんな感じでやるとすごいね映像がもう iPhone で撮ったとは思えないですよね。でこれらをねビフォーアフターをここでね見ることができます。こんな感じ全然違うよね、まあ、もちろんログで撮ってたっていうのはあるけど、すごくねこれはい、こんな感じでできますと。はい、で次ハレーションですね。はい、これもすごくて、これオンオフでわかるかな、これちょっとこう光のエッジの部分がふわっとするんですよね。カメラのレンズが生じる色収差みたいなものを擬似的にそれをあえて起こすと、そうするとちょっとエモーショナルかつフィルムライクな本当にこう昔の感じのテイストが出てきたりするんですよね。これもね見ていくとわかるんですが、ちょっとこれ過剰についてるんですけどわかるかな、ちょっとこの光の光源のところがすごいこうふわっとするんですよね。はい、でこれちょっとねビフォーアフターだとすごいきついんで、これもリミットで影響範囲を決めてあげて、でグロー、このグローは光のねそのふわっとさせるハレーションの強さになりますと。でインテンシティは、まあ、適用量かなになるので、まあ、こんぐらいにしておけばそんなにこう嫌味もなく、はい、ナチュラルにハレーションが起きている感じじゃないかな。今この赤のハレーションがビフォーアフターでついてますよね、ふわっとしてますよね。でこの色もなんと変えれます。ちょっとこれはねオレンジ系がいいかなと思うので、はい、できました。でビフォーアフター、いや良くないこれ、これさディズニーで iPhone で撮ったってすごくない。で次グレインですよ。これは要はザラザラさせるような、エフェクトになります。まあ、フィルムグレインという、フィルムって結構こうノイズの流浄感があるような、ものになってるんですが、それをこう擬似的に出すと、これもいろんな複数から選ぶことができます。こんな感じのもう思いっきりつけるようなものもあったりするし、 8mm フィルムのようなもの、 16-35mm フィルムなどといろんなものがあったりしますね。分かりにくいかもしれないんですけど、強いものとかだったらこんな感じでもうがっつりエフェクトにしちゃうとか、まあ、でも割と分かりますよねこのフィルムの感じは。まあ、あえてノイズを出してあげてちょっとこうね世界観を作ってあげるみたいなことができるようになります。で最後 HSV、 これはですね、まあ、色相サイド輝度かな、はい、をこれらを自由に調節することができます。まあ、これもちょっとせっかくなんで他のね、サンプル映像で見てみましょう。じゃあ例えばこれとかにしましょうかね、これはね僕が最近行った、オーストラリアのエアーズロックウルルの方に行ったんですけど、じゃあまあ自分のラットせっかくなんで当てますが、まあ、いっちゃんほんなら、ベーシックに近いビューティールック、はい、これにしましょう。ちょっと明るさも整えましょうかね、はい、こんな感じがいいかな。まあ、これだけでももう全然十分なんですけど、この HSV というのは、各色を、それぞれを変更することができます。例えばこの青の色味とかを、この青をちょっと他の色に変えることができたりとか、この水色っぽいような感じ、シアンっぽいような色にしたり、このねサイドをそのまま取ることもできるし強めることもできると、ちょっと弱めていいかなと。でその青の輝度ですよね、明るさも変えることができるといったこともできますし、
あとはこのオレンジっぽいようなね、ここの地面のところもちょっと赤っぽい方がいいかな、情熱の感じが伝わるかなみたいな感じだったら、ここを赤っぽくしてあげるとかね。はい、でこんな感じでやってあげたりするとよりね一体感が生まれますよね。まあ、こういう風にいろんなねこう特定の色だけをね変えることもできます。はい、であとはこれとかは、まあ、富士山がね奥にあるところで撮ったんですけれども、例えば僕のラットのロマンスアワーとかを入れてあげるともう一発でこれですよ。でちょっと黒がね狭いのでシャドウを上げてあげるとか、はい、でもうちょいサイドがあってもいいかなと思ったらサチュレーション上げるとか、でもしくはちょっと世界観つけたいなと思ったらクリエイティブのラットから、はい、ちょっとねフィルムっぽいようなものを探して、まあ、この辺とかが逆にいいのかなとか、はい、こうやってやって、これが若干強いなと思ったらこういう風に変える。でこのね赤の色味をよりね強める、赤だけを強めたりオレンジだけを強めたりとか、でこの青もちょっと邪魔だなと思ったらこれを消してあげたりとかね、はい、そうすればもうオレンジ一色になったりとか、でこういう風にもうパン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 ね編集をすることができるようになります。で最後にですねちょっとした、細かなね、編集のテクニック的なところのここの5つのねものだけ見ておきましょう。でまずこのやった操作を戻るときはこれで undo か redo か、やってあげて、フルリセットはここでできますと。で次左から2つ目、これがプリセットで、デフォルトでも結構いろんなねプリセットが入ってるんですが、これをねプリセットとして保存することができるんですよ。なので例えばこれリセットしてあげて、もう自分の好きなプリセットを作ったらこれをね、はい、やってあげると、そうするとですね、もう自分がもともとやってたプリセットのね内容で全部こうガーッとねなっていくといった形になりますので、プリセット保存して使うっていうのもすごくねいいかと思います。でねちょっと他のでもせっかくなんで見るけれども、他ので、まあこの辺がいいかな、リティルク、はい、で、ここですね、これで、左右のビフォーアフターを見ることができます。これもいいですよね。でここの右から4つ目で、全画面で表示をすることができます。なので、縦動画ですよね、縦動画の場合がすごく便利で、はい、まあ、ちょっと全然ねごめんなさい、全然違うね僕の愛犬のね動画になっちゃったんですけれども、こういった縦動画とかでも、はい、フル画面でね見せてあげることができます。めちゃめちゃ可愛いでしょ、はい、ですごくいいのが、このね、こういった全然関係ないねログとかじゃないやつであったとしても、ラットを使うことができます。僕はねログ用に作ってるので若干ね濃くは入っちゃうんですけれども、例えばディープグリーンとか使ってあげて、はい、これだとめちゃめちゃ濃いのでこれをエディットして薄めてつけると、はい、で編集もねもちろんできますので、こういう風にやってあげるといいかなと思います。元のねやっぱ動画よりは全然違った感じになりますね。で最後保存が右上のここですね、ここでエクスポートビデオもしくはエクスポートアズスチルになるので、ここの再生ヘッドの位置で、スチルを書き出すことができます。なのでこのワンコが首をかしげたここの瞬間が欲しければ、ここでスチルを書き出してあげると、このままね画像保存することもできて、でなおかつそれをねセーブイメージをすると保存、カメラロールに保存ができます。動画をね保存したい場合はエクスポートビデオで MOV か MP4 か選べたり、あとはアドバンスドオプションズでここで解像度を選ぶこともできるし、 4K コーデックも HEVC か H264 か、まあこういったものも、まあよりね映像の品質にこだわる方はやってあげるといいと思います。でこれでエクスポートをするとこれでね公開シェアができるといったところですよ。でこれも同じくセーブビデオで、保存してあげると、これでカメラロールに、このね今やった動画が入っているといった形になります。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、こういったことがねこの iPhone だけでできるようになったので、まあ、本当にねこう旅行に行ってる時とかにもいい景色を見たら、普通に iPhone で撮ったやつでデフォルトのやつよりもやっぱログで撮った方が絶対にね世界観出ますので、なんかストーリーからこの人クオリティ高いなと思ってもらえるかもしれないみたいなところがあるので、ぜひねこのピークラットね、よかったら使ってみてください。であとはね僕が作ったね Apple ログ専用のねラットも用意していますので、これ PC に入れれば PC でも編集できるし、ブラックマジックカメラにね入れればブラックマジックカメラで撮影時もプレビューすることもできるし、で今回やっとこのアプリのおかげで iPhone での編集でも使えるようになりましたので、このね Apple ログラットがよりねあの汎用性高くいろんなシーンで使えるようになっているので、僕もすごく嬉しいんですけれども、まあ、めちゃめちゃね価格も抑えておりますので、ぜひね興味ある方はね使ってもらえたらなというふうに思っております。でね今ちらっと言った、撮影の時
時にね、ブラックマジックカメラっていうものをね、使ってあげるとすごく便利です。もう僕自身はね、この iPhone のね、カメラコントロールボタンを押したら、ブラックマジックカメラがね、ワンタッチで開くようになってて、ここでですね、実際にね、この設定から、このラットをですね、自分の、好きなね、ラットにしておくことで、はい、ラットを適用した状態でね、プレビューがね、できるようになってますので、まあ、よかったらね、こちらも、使ってみてください。このブラックマジックカメラのね、撮影設定方法はね、すべてもう、事前にね動画出しておりますので、概要欄貼っておくので、よかったら見てもらえたらなというふうに思っております。ということで、今回の動画最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が役に立ったよ、よかったよっていう方はね、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。